もう最初から言います、もうねめちゃめちゃ楽しい、そして本当に質の高いスポーツカーが登場しました。マクラーレンアルトゥーラに今乗っています。ようやくね日本に入ってきました。もう発表会行われたのはね1年以上前でしたっけ、ちょっとね結構経ってるんで、本当にねようやくって言葉よく使っちゃうけど、本当ね待ちわびた登場だったんですが、いやーここまで気持ちいい車に仕上がっていたとはねという感じです。その時にねもう車の概要はある程度説明してますんで、あの細かいことは言いません。マクラーレンの MCLA マクラーレンカーボンライトウェイトアーキテクチャ、こちらを使ってエンジンは120度バンクの V6 3リッターツインターボ、そしてそこに電気モーターを組み合わせたプラグインハイブリッドですね、という風になっているこの車。もうねその時から話題になってましたけど、本当に同時期に出たフェラーリ 296GTB がほとんど同じようなパッケージングで出たことにみんな驚いたんですよね。もうボディサイズも 4.5m 強、 1.9 メーター強でほぼ同じで、 V6 3リッター、しかも120度というワイドバンクのターボエンジンというのも一緒、そしてプラグインハイブリッドだから、どんな味の違いが、ね、出てくるんだろうなというのが皆さんも興味あったと思いますし、僕も本当に早く乗ってねそれを知りたいなと思ってたんですが、いやこちらはねもっともっとすごくスポーツカーだったなというか、うん、マクラーレンらしい、そうハイパフォーマンススーパーカーなんだけど、なんだろうな、もっと走りをワインディングロードとかを機敏に駆け抜けたくなる、そういう車だなという、うん、仕上がりとしてはそういう感じがしますね。パワートレインはその V6 3リッターツインターボ、エンジンだけで585馬力、そして電気モーター95馬力となってます。フェラーリがね663馬力と170何馬力だっけ、まあそのぐらい、まあ、ほぼモーター出力倍あるしということなんですが、で一方でこっちの方がね乾燥重量同士で比較した場合ですけど、フェラーリが1470に対してこちら1395、75キロ軽いんですよね。まあ、だからやっぱその辺のスペックの違いが出てるなと。でしかも、こっちはねマクラーレンなんでカーボンモノコック、まあ新しい世代のですけどね使ってます。で一方でフェラーリはモノコックはカーボンじゃないですよね。まあその辺の重さ軽さもそうだし、いわゆる剛性感味みたいなところの差もあるのかなというところで、走りの味としてはそう、まあ最初に言いましたけどこっちの方がタイトで引き締まったスポーツカー感覚がすごくあるなというふうに思いますね。ボディはいかにも軽くていかにも剛性感たっぷり、すごいもの腫れ物を扱ってる感じというか、すごいこれは褒めてるつもりですけど、例えばロータスとかね、ああいう車乗ってるみたいなライトウェイト感覚がある、まあ、マクラーレンってねもともとそういう車だと思いますけど、特にねこの車はその凝縮感みたいなものが強くなった感じしますね。これはね走り出した瞬間からうおーって声が出るぐらい、もう弾んだ声が出ちゃうぐらい、うん、なんか理想のスポーツカー像みたいなのがあるなと思います。だからこう身のこなしがすごく軽い、あの全然ね今も分かると思いますけど飛ばしてるわけじゃないんですよ。まあ制限速度ペースで走ってても身のこなしの軽やかさがもうたまらなく、うん、気持ちいい、そんな感じがしますね。これ、まあ、いろんな走行モードあるんですけど全部は説明しきれないかな。でもこれもともとエレクトリックというモードがデフォルトです。バッテリー残量がある限りはエレクトリックで、起動して走ります。最長で充電たっぷりしてあれば31キロまで走ります。でその後が今入ってるコンフォート、これだと20キロ以下に落ちると電動走行になる、その先は必要に応じてエンジンかかるけど、一旦 EV になるといらなければ、ね、何も必要がなければ60キロかなぐらいまで、64キロかな、はい、電気走行になるという形ですね。だけど高回転まで回していくとシフトの時にね、エンジン回転を間引いて、まあ、1回こう失火させるというんですか、そうやってシフト速くするとかそういう仕掛けがあります。でスポーツにするとエンジン常時駆動します。そしてシフトアップの時にエンジンを、まあ、ちょっとだけね一旦こう点火を間引いてシフトアップを速くする、こんなのもあります。でまあトラック、ここには似つかわしくないけど、まあ、トラックモードもある。はい、で実はドリフトモード VDC というのがあって、それでねこう、
まあ要するに介入の度合いをねコントロールできたりとかいろいろあるんですが、ちょっと今日はそこまではね一般道なので試せないですけど、まあ遊べる要素がいっぱいある車だなというのは間違いないですね。 MP412LC が出たのが2011年ですから、マクラーレン、まあ去年で10周年だったんですよね、マクラーレンオートモーティブとしてはね。でまあそれを機にもう完全に新しいアーキテクチャとして出たこの、車体に関してはね、まあその MCLA カーボンバスタブに、まあアルミを使った、まあ、エンジンあたりをマウントするもの、サスペンションもね、リアサスペンションなんかもそこについてると。でイーサーネットを使った電子送系なんかも使ってる、ワイヤーハーネスを使うよりかも軽量化できると、まあそういうのを使ってます。でハードウェアとしては他にも、まあ、新しいところがいっぱいで、例えばね今までってブレーキつまむ LSD しか LSD 効果を持たせるのしかなかったんですけど、今回は初めて電子制御 LSD がつきました。まあドリフトモードがついたというのはそれもおかげもあるのかもしれないですね。そしてまあプラグインハイブリッドというわけですけど、もうこれもねまあもちろん EV レンジとかもあるんですけど、そして環境対応みたいなのもあるんでしょうけど、とにかくね走りに使ってる、今ね2000回転ぐらいの領域ですけど、こういうとこから踏んだ時にはモーターがねグッと力を出してくれる。でその後、まあターボはラグがあるんでね、そこをモーターでまずは補ってやる。最初にドンとモーター出力を立ち上げて、エンジン回転が上がるにつれてそれをねまあちょっと減らしていく、こうやっていつでもどこでも瞬間レスポンスにするというようなことになってます。トランスミッションは8速の、まあ、SSG、まあ、DCT ですね。でこれリバースは電気でやるんでリバースギアはありません。このシャシーの適度なロール感いいですね。なんかね車との一体感素晴らしいものがあります。でそう、実はそうやってハイテクいっぱいなんだけど、ステアリングはね相変わらずマクラーレンの伝統で電動油圧を使ってます、ね、やっぱり油圧のフィーリングというのは車との一体感を出すためにはね必要不可欠だというのがマクラーレンの考えなので、それを使っているのと、あとね面白いなと思ったらブレーキですね。これもねいわゆるコンベンショナルなブレーキなんですよ。つまり回生はブレーキでは取ってないんですよね。これがフェラーリ 296GTB との大きな違いだと思います。なので充電は基本的にエンジン出力でやってます。まあ、このあたりもマクラーレンがねどういう考えでこのいわゆるプラグインハイブリッド電動化なんですが使ってきたのかというのがよくわかりますよね。マクラーレンってねドライバーエンゲージメントって言葉をよく使うんですけど、ね、エンゲージメント、まあ、結びつきですよね。そう車とドライバーが一体になれる走り、そのために電気を使ったんだよ。でさらにまあもちろん環境対応的にもいいよねと、そういう考えだっていうのがねよくわかりますよね。いやもう本当あのひらりひらりという言葉を使いたくなるような、軽快なフットワーク、どん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 行きたくなっちゃう。これはねいや本当に気持ちいいな。ちゃんとマクラーレンあのホイールベース結構長いじゃないですか。そうだからねちょっとだけ不安もあったんですよね。だけどなんかむしろリアタイヤとの近さがね、リアタイヤとの距離が近く感じられる、なんかそんな本当にタイトなね操縦感覚実現できてますね。まあ、ちょっとだけそうは言ってもエンジンね回してみようかな。もうこれは本当に一瞬しかね日本のワインディングローだとちょっと使えないですけどね、飛びそう本当に、はい、そんな感じでした。下からトルク出るって言いましたけど、ちゃんと上でホップするっていうか高回転に行くに従ってどんどんパワーが高まってくる、そういう風になってますね。だからここが終わりじゃなくてちゃんとやっぱりサーキットとか行きたいよなという気にさせるというんでしょうかね、そういう車になってるなと思います。はい、ちょっとクールダウンしながら行きましょうか。はい、コンフォートモードに戻しました。まあついでというかなのでまだレンジも残ってることだし、エレクトリックに入れてみました。おー電気マクラーレン、まあ、プラグインハイブリッドモデルはねこれまでにも P1 がね最初ありましたし、スピードテールもハイブリッドねプラグインだったわけですけど、今回この車はねリチウムイオンバッテリー 7.45kWh 積んでます。まあ距離は31km、最高ね最大で 31km ですけども、最高速として130km までバッテリーVとしてまあエンジンをかけずに走ることができるというんですよね。まあそれもまたこの車のね面白いところっていうかなだと思います。まあ本当によく言われるようにね、深夜のもしくは早朝のガレージ出すときに
あまり気を使わないで済むというようなところもありますよね。自宅をもしくはオフィスなどに充電環境があればということではあるんですけど、そうするとパフォーマンスとしても使い勝手としても幅が大きく広がるねということが言えるのかなと思いますね。十分速いですね。225ニュートンかななんですけど、モーターのトルク、もうこういう坂道もぐいぐい登ってっちゃいますね。まあ、というわけでこのドライビングダイナミクス、まずはこの第一印象ね、ちょっと本当にちょい乗りしかできなかったんですけど、いや素晴らしいスポーツカーの登場ですね。これは僕は本当に日々を暮らしてみたいっていう感じになりました。なんかこう出かけるのが億劫になる感じの、すごい恐れ多いようなものじゃなくて、もっといい意味で身近な感じがする、うん、走りをとことん楽しむためのものだなという感じがするんで、この車は本当しまい込むようなものじゃないな。まあ、マクラーレンってね、オーナーさん本当に走りを楽しんでらっしゃる方多いんで、この車はね大歓迎されるでしょうね。そしてライバルもいよいよこの走り見ちゃうとね、ライバルとガチンコでここまでのことをやってきた中では、うん、注目度さらに高まるでしょうね。個人的には1点だけね、せっかくの120度 V なのにこうエンジン音がね結構くぐもったような低音域だなとね、まあ 296GTB はね素晴らしい音を聞かせてくれたんで、そこだけちょっとだけ不満だけど、でもまあそれがマクラーレンなのかなという感じもするかな。うん、最近 F1 でも調子上げてるマクラーレンですから、そういう技術力みたいなものが反映された感じがしますね。またこの車ね、じっくりサーキットでもやっぱり味わってみたいなと思いますけど、はい、第一報としてはね、とにかく待ってた皆さん本当にこれは正解でしたと思うし、初めて知ったという方もこれはね侮れない素晴らしい実力を持ったスポーツカーだぞということをお伝えしたいなと思います。最高に楽しいです。